ドリームゾーン3突然の目覚まし、わかってる。もう少し眠ってたいのに、しっかりと歯磨き、目をこすりながらのストレッチ。意味があるのかな。テレビの占い結果が気になる。さっきから足しさ。占い思い出す。忘れてしまうはずだったの。そうそう、ラッキーアイテムを握りしめてる私がいる。一日が過ぎてゆく。何をしたのかな。皆さんこんにちは。私たちドリームゾーンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ドリームゾーンリーダー、ご飯には絶対マヨネーズ、江崎ゆめです。よろしくお願いします。ゆめちゃん。はい、ツインテールが目印、ももちこと児玉ももです。よろしくお願いします。ももち、久しぶりにやってきました。上野、皆さんお久しぶりです。先ほどお送りしたのはドリームゾーンの新曲、占いなんて嫌いでした。初めて歌いましたね、ここでね。ここでは初めて歌いました ね。続いての曲はまたテイストを変えて2曲続けて聴いてください。会いたくて。今日で最後よね。
こいこうとしてごめんね。初めて会った時は思いもしなかったんだ。こんなにあなたのこと好きになるなんて。会いたくて会いたくて、もう会えなくて、苦しくて切なくて涙を流す。会いたいよ会いたいよ、心が揺れる。どうかお願い、こっちを見てよ。私には笑顔も見せてくれない。二度と続くメッセージ、これから先は私が決心していくしかないのかな。
愛に溢れる見栄を張る人たち、仮面を外せば孤独死の旅人、私たちドリームゾーンですね、セカンドシングルが発売されることが決定しました。ありがとうございます。もう衣装はできていてですね、あとはもう完成させるのみとなっています。ここでまた皆さんにお届けできるように準備進めていくので楽しみにしていてください。はい、そしてドリームゾーンこの後後ろの方で並行物販5分後から開始します。ぜひぜひお話ししに来てください。お待ちしてます。ということで以上私たちドリームゾーンでした。ありがとうございました。